学力に関する証明書とは教育職員免許上に関わる学力などについての証明書である。教職課程を設置している大学文部科学大臣の指定する教員養成機関教育職員免許法認定講習の解説者教育職員免許法認定通信教育の解説者は教育職員免許上の授与 新教育領域の追加の定め、教育職員検定による授与及び、新教育領域の追加の定めを受けようとするものから、請求のあったときは、そのものの、学力に関する、証明書を発行しなければならない。学力に関する、証明書の様式その他必要な事項は、文部科学省を例で定めることになっており、学力に関する、証明書の様式は、 教育職員免許法施行規則の、別記第2の1号様式から、別記第2の4号様式までの通りとされている。ただし、文部科学省が、ホームページ上で公開している、作成例にそのまま従う必要はなく、記入すべき、必要最小限の項目を記載し、充足していればそれ以上の部分は、各家庭認定大学等の判断で作成可能。この証明書では、 基礎資格証明と単位習得終了年度及び法定に基づいた科目の習得単位等を証明するものである。学力に関する証明書は、思考規則、別記第2の1号様式の、別表第1から、別表2の2、思考規則、別記第2の2号様式、別表第3から、別表第8、及び、思考規則、別記第2の3号様式、 別に卒業証明書、修了証明書を用意して基礎資格を証明する必要はない。ありがとうございます。